お互いを家族として、あ、もしも家族だったらというね、お互いを家族として位置づけはどうなりますか。あのね、うん、みここんなにハーチャマに好き好きキュンキュンみたいなさ、うんうん、まあ、こういうのが来たらみたいな、うん、お嫁さんとかになるかもしんないけど、うん、めちゃくちゃ正直言うと、うんうん、超妹。ああ、そうなんだ、そうなんだ。しかもみこちが妹、あ、でもそっか、みこちって結構お姉ちゃん気質なのかもね。うん、妹いるから元から、うん、なんかね、しっかりしてる妹っていう感じにも見れるなって思っているんだよね。なんかみこずっとはーちゃまの活動とかさ見てきてたけど、うん、なんかね、やっぱあったかい目で見ちゃう、うんうんみたいな、頑張ってるなみたいな、なんかそういう気持ちになるかな、うん、妹感だと思う。娘とかじゃない、妹感、あ、娘、あ、そこまではいかない、娘ではない、そう、娘ではなくて、うん、妹って感じ、そんな感じなの。みちゃまは、うん、おばあちゃん。ふざけんなよふざけんなよ。で、最初はママかなと思った時期もあったんだけど、え、ミコにママみを感じたの。え、そう、ラストの時とかマジママだった。うんうんうん。だけどやっぱね、あの、 A ちゃんがハーチマの保護者でありママなんで、やっぱママは譲れないなと思ったら、おばあちゃんだよ。 A ちゃんの上に行くんだ、ミコ。あの、確かに、なんか温かく見守ってるって点で言ったらおばあちゃんかもって感じ。なるほどね、まあ、確かに孫の側面もあるわ。うん、孫みたいなもんだよね。うん、あ、でも妹もお姉ちゃん、妹かん、お姉ちゃん、いや、お姉ちゃん多すぎるんだよな。お姉ちゃん誰いんの。お姉ちゃんといえば、うん、まあ、でも確かにこの辺はねみんなお姉ちゃんみたいなもんだよ。そうだね、そうだね。なんか、白犬メンバーとかみんなお姉ちゃんみたいなもんだよ。だってみんなハイジャマのことあったかい目で見てる。みんなお姉ちゃんだよ。完全妹になりがち。いや、妹になりがちだね。ちょっとハーちゃん、今年はママとかお姉ちゃんになってみたい。無理だな。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします、お願いします。